局これ5日間ぐらい乗らせてもらって。あ、そうなんですか。5日間ぐらいかな。結構。そう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 。あの GLE のメンテの最中、はい。めちゃめちゃいいなこれ。毎回言うてるね。毎回言うてますね。毎回言うてるね。前は GLE クーペがもうめっちゃいいみたいな話だったのに。そう、これ乗ってしまうとね、これ古いよ。これ見て。はい。あ、これバコス。これこうなって次ここに新型の S、はい、乗ったやつ変わるやんか。はい。これ旧型やからさ。はい。で全部変わるやん。新これ次乗り換えるんやったらもう新型の GLC のクーペ。うん。で AMG の53ぐらいが出たら乗り換えると思う。え、でも GLE に比べたらだいぶ小さくないんですか？とね、大きさ運転してる感じだと15センチぐらいちゃう。へえ。でそんな狭みたいな思わないですか？あ、こんなか、はい、多少狭いけど新型の C クラス乗ってるよりもやっぱちょっと広く感じるから。へえ。全然これいけるなと思って、ちょうどいいなと思って。で運転するのも全然気使わへんし、うん、やっぱり駐車するのが一番気使わへんかったかな、うん、ちょうどいい車、ちょうどいい車、これほんまにちょうどいい車。でも値段めっちゃ上がってるみたいだから。あ、そうなんですね、うん、新型の GLC になったらもう1000万超えるんちゃうかなって言ってるから。1000万。だからでも旧型ってとめちゃめちゃいいから。はい、全然この旧型でも、うん、新型出たらね、ちょっとは値段落ちちゃいそうですよね。どうなるの半導体の影響が。でも GLC はすごいいい車かなと思って。GLA はやっぱちょっとだいぶちっちゃかったから。はい。で GLB もまあいい車だと思うけども、やっぱり GLC の新型でってなるけども、サイズ的にも全然 GLC 最高ですね。出ました最高。GLC 最高。一番最終結局いろいろ車ベンツ乗ったけど、はい、多分 GLC の まあクーペが好きだから。はい。買うのはクーペがいい。買うのはクーペがいい。黒で。はい。おお黒で。もう全部もうまとまってきた。黒で。もう全部まとまってきた。黒がいいんです。GLC 黒のクーペの。AMG53 ぐらいが出ると一番最高かな。うーん、まあ2年後ぐらいだと思うけど、新型で。それまではもう GLE に乗ってると思うし。ちょうどいいぐらいですね。ちょうどいいぐらい。乗り換えには。乗り換えた時にまたディーラーさん頑張ってもらってプラマイゼロぐらい乗り換えると一番いいけど、無理でしょうねって言われたら。あ、言われたんですか。あいやさすがにちょっと無理でしょうね。あ、そうなんですね。多分でもな、やっぱ価格が変わっていってるからさ、はいはい、今の GLE53 クーペとそんなに値段変わらへんなってくるんちゃうかなと思って。へえ。予想では、予想では値段も上がってるし、うん、だからちょっと無理ちゃうかなやけど、実際街乗りしてみたら全然これぐらいの車の大きさが一番乗りやすい、運転しやすい、運転しやすいということの総括。総括と書いてまた違う車乗ったら、いやこれにしようかなになっちゃうかもしれない。なっちゃうかもしれないね。なっちゃうかもしれないけど、ね、なっちゃうかもしれない。もうそんな車買う余裕ないからとりあえずよし、はい、GLE に戻ります。はい、はい。